ただまさに柔らかなる溶岩を持って一切に向かうべし。道元、どのような場合でも柔和な態度で全ての物事に接しなさい。周りを幸せにしたいという利他の心を持ち、人に優しくしなさい。困っている人がいたら自分の手を止め、すぐに手を差し伸べなさい。相手が喜べば自分もいい気持ちになるものです。人のために火を灯せば我が前明らかなるがごとし。日蓮、人のために明かりを灯してあげれば自分の前も明るくなる。苦しんでいる人へ手を差し伸べることは大切で、時には自分の利益など考えずに人に施すこと。その功徳が巡り巡ってやがては自分のもとに帰ってくるのです。人の短を言うことなかれ、己が長を説くことなかれ。空海、人の短所を軽率に指摘してはならない。また自分の長所を誇らしげに自慢してもならない。人にした施しや善行は意識せず、おごり高ぶらないようにし、逆に人から受けた施しはその感謝を忘れてはいけない。謝れるを改める善の、これより大きなるはなし。自演、自分の過ちに気づき、それを改めること以上の善行はない。過ちを素直に認めて改めることが賢い心の持ち主である。学んでも思わざれば暮らし、思うて学ばざれば危うし。天海、知識を学んでも考えなければ意味がなく、考えのみで知識がないと独断に陥って危険である。知識を自分に合うように取り入れないと役に立たない。また知識を取り入れず自分で考えただけで物事を判断するのは危険である。さらにいずれの時をか、またん。道元、今しかない、今しかないという気持ちで物事に当たるという姿勢が大切である。何事も喜ばず、また憂いじよ。無常、多少の幸運や不運があっても有頂天になったり落ち込みすぎないようにしなさい。苦毒天と暗黒天はいつも連れ立って歩いている。物事に原因があれば必ず結果がある。同じ原因でも良い結果になるか悪い結果になるかは縁によって異なり表裏一体。だからこそ目先の家福に一喜一憂してはならない。一切の迷いは皆身のひいきゆえに迷いをでかしまする。万慶、自分を可愛く思うことからすべての迷いが生まれる。
そこに心がとらわれていたら、本当の自分をつかむことも、迷いから脱することもできない。大いなる悲しんや、天の高きも極むべからず。しかるに真は天の上にいず。英才。人の心はなんと大きなものか。天の高さは果てしないが、心はその天をも超えて、あらゆるものを包む宇宙の様相なのだ。私たちの心は自分のものでありながら、制御するのが難しく、時には自分自身をも苦しめます。心がゆったりとしていれば、些細な感情にも振り回されずに、自由に伸びやかに生きていける。近くて身がたきは、我が心なり。空海。遠いものや、他人のことはよく見えるのに、最も見えていないのが自分の心。本来の心は広くて大きいもの。もっとおおらかに人生に向かっていかないと、苦しいことばかりになってしまう。この世の人、来たと思えば苦労もなし。たくわん。人間としてこの世に客という立場でやってきたと思えば、苦労に思うことはない。人の悪きことはよくよく見ゆるなり。我が身の悪きことは覚えざるものなり。蓮如。他人の悪い行いには気づくが、自分の悪いところは気づけない。まずは自分本位な考えや生き方を改め、人の言うことに耳を傾け、素直に聞き入れなければならない。最後まで見てくださりありがとうございました。感想をコメント欄でお願いします。あなたの言葉が私に勇気をくれます。今回は以上になります。それでは次の動画まで、さよなら。